前回のあらすじ。前回バルキンシ縛りでボスを倒すリベンジをしたレイムたち。アサルトライフル、ポンプショットガンを使用することで何とか倒すことができたのだったのだ。今回は一体どんな挑戦をするのだろうか。今まで戦い続きだったから今回はぶらりとマップ探索でもしたいわ。しかし、そんな平凡な内容で動画作れるのか。そこは、YouTuber のウープ主が何とかしてくれるんじゃないかしら。ほうほう、霊夢は旅や探検をしたいということだね。そうよ、もう戦いすぎて疲れたわ。確かに、こんな短期間にボス討伐ばっかしてたら動画がマンネリ化してしまう。ね。だから今回は何の企画もしないで普通に動画撮りましょうよ。だが断る。なんでだよ。それはウープ主がただただ探索してるだけの動画を面白く編集できないからである。もっと編集頑張れよウープ主。しかし動画がずっと戦いばかりであることも問題だ。だから今回は戦いから逃げてもらおう。どういう意味だ。今回はここの3人で対決形式の企画を考えてきたぞ。はじめに私がお手本を見せてやるから見とけよ。まずは後ろにあるゴツゴツした島に向かってもらうぞ。もしかして今回もボスの討伐をするの。いや、今か行く場所にボスはいないから安心しなよ。あ、そういえば裏作業中に私のレベルがカンストしました。なんで裏作業中にカンストしちゃってるんだよ。こういうカンストした瞬間とかはカメラの前でやらなきゃダメだろ。気づいたらカンストしちゃってたんです。わざとじゃないので許してください。そんな雑談をしているうちに目的地に着いたぞ。上に犯行中ってついてるけど、もしかしてフラン銀行強盗でもしてきたのか。してねえよ。この島は足を踏み入れるだけで犯行中になり、見つかると指名手配される場所なんだ。なんでわざわざそんなところに来たんだよ。あそこにいる人に見つかったら指名手配されるのか。なるべく隠れて進んでいきましょう。どこに行くんだよ。え、フラン何をしてはるん。なんで関西弁になってんだよ。今投げたのは爆弾で、今回用があるのはこの人たちだよ。この人たちは私たちが死ぬまで追い続ける刑事の鏡だから、この人たちを使って軽泥をしていきたいと思うわ。ルールは簡単。この人たちの攻撃を耐えながらマップの端まで行けばこちら側の勝利。今回は火山地帯のこのファストトラベルの場所に触れたらゴールってことにするわ。そんなのワープすれば一瞬じゃない。ダメに決まってるだろ。パル使っていけ。ゴールしたら100ポイント。さらにここに書いてある犯罪件数。確かに暴行と不法侵入って書いてあるな。ろくな人間じゃねえな。犯罪を犯すごとに1ポイント加算していき、一番ポイントが大きかったゆっくりが今回のゲーム優勝者よ。優勝したら何かもらえるのか。じゃあ次回の動画で名前が呼ばれる時に名前の後に様がつくようになるわ。いらねえな。よっしゃ、やる気出てきた。なんでだよ。まずは私の番ね。なるべく最初に犯罪件数を稼いで逃げていきたいわね。不法侵入はこの場に足を踏み入れた時しか発動できないから、暴行を繰り返してポイントを稼いでいきたいわね。なんかすごいこと言ってるな。犯罪の目的が犯罪したいからとか、正直シャバの空気を吸わないでほしい。辛辣すぎない。こういうゲームだからね。普段は真面目にニート生活を謳歌しています。ニートの時点で真面目じゃねえ。ある程度犯罪を犯したのでゴールに向かっていきたいと思います。勝負の公平性のために今回は全員同じパルを使うぞ。装備も同じ条件でやるぜ。一方画面内では私の装備が壊れました。この調子だとフランは優勝できないんじゃない。フランが今着ている服は暑さに耐えれる唯一の服だから、砂漠地帯と火山地帯は防御力がない状態で頑張って逃げるんだぜ。なんでレベル50になっても服は布の服を使ってるんだよ。防具に研究ポイント使ってなかったもんな。何に使ってたんだよ。近代兵器と家具にたくさん使いました。使い方の癖強。でも飛行機に乗ってたら飛行機が攻撃を受けて私には当たらないから、そんなに心配いらないかもな。前回戦ったパル愛護団体のボスが怒って飛んできそうだな。それより飛行機じゃなくてもっと良い名前つけてやれよ。このチャンネルにネーミングセンス求めても期待したもの出てこないぞ。それより後ろの光景がすごいことになってるんだが、こんなに追いかけられることなんてめったにねえよ。いい感じに犯罪件数稼げているな。この辺りはかなり強めの密漁弾がたむろしてるから気をつけるのよ。話してる間に密漁弾の方々からガトリングガンぶっ放されているんですけど。なんで目を合わせただけでガトリングガン放つんだよ。ヤンキーでも目を合わせても飛んでくるのは拳ぐらいだぞ。ヤンキーじゃなくて密漁弾だからガトリングガン撃ってくるんじゃねえの。正論、ガトリングやめてください。とりあえずチャリに乗って陸地は進んでいくか。いや、ネーミングセンス。空飛んだ方が早いんじゃねえの。一応チャリの方が陸上を走るときは早いぞ。崖は登れないから迂回していかなきゃいけないけどな。だいぶ砂漠を進んできたわ。砂漠は景色が全く変わらなくて進んだ感じがしないな。それに道を迂回しすぎてゴールの方に向かっているのかさえもわからなくなってるわ。マップ見ろよ。それな、思いつかなかったんかい。じゃあマップ見るために一旦空を飛ぶか。大丈夫か。パルから降りるともろに攻撃食らうけど。あ、やばい。無念。フラン選手ここで脱落だ。フラン選手のポイントは暴行37、不法侵入1ということなので合計38点です。これぐらいなら簡単に勝てそうね。38点とか目をつむってでも超えれるわ。なんかすごいミスして負けてくれ。次は私の番だぜ。フランはここで犯罪件数を稼いでいる時にダメージを食らいすぎて服が壊れたから、今回は逃げながら犯罪を犯していきたいんだぜ。それにフランは弓矢を使っていたけど、そんなものは時代遅れ。私はしっかりとハンドガンを使っていくんだぜ。なんでフランは弓矢ばかり使っていたんだよ。ハンドガンを使うなんてプレイに温かみがないからな。理不尽クレイマーさんはお帰りください。わしは帰れないぞ。まだ実況が続いてるからね。そうじゃなくて、さっき捕まったから物理的に家に帰れない
だけだぞ。なんで当たり前だよね、みたいな顔してるんだよ。犯罪起こしたんだから牢屋に入るのは当たり前のことでしょ。そうだった。私たちゲーム感覚で犯罪してるんだった。捕まりたくないから死ぬ気で逃げよ。こんなに犯罪起こしてたら一体何年、刑務所で過ごすことになるんだろう。なんで人ごとみたいに考えてるんだよ。きっとまだ現実を受け止めきれていないんだろうな。よくそんな覚悟で、こんな危ない遊びに誘ってきたな。私たち本当に捕まるなんて聞いてなかったんだけど。考えればわかるよね。論破されたから家に帰ってないでこよ。家まで自警団ついてくるけどいいの？そこまでついてきたら逆にストーカーで訴えよ。その前にゴールまで頑張って逃げろよ。そうしてマリサは家に帰って泣くためにゴールを目指すのだったのだ。優勝するために目指せよ。やっと砂漠地帯を抜けることができたんだぜ。マップで言うと今どこら辺かしら。多分今ここら辺だな。ちょっと待って、ゴールは下の方なんだけど。しょうがねえだろ、砂漠地帯を歩いていると方向感覚くるんだよ。まあマリサはこの時マップ見れなかったから仕方ないか。とりあえず進めばゴールに近づくはずなんだぜ。それに暴行の犯罪件数も60を超えてるしな。マジかよ、もう私の優勝なくなってんじゃねえか。フラン、犯罪者にまでなって戦ったのに優勝できなくなっていて、私何も得られなかったじゃねえか。得られるというより奪われてるよね。犯罪者じゃない綺麗な経歴が。現在進行形で犯罪者になってるやつに言われたかねえな。よし、これで雪山地帯抜けれたな。ここからは木が生えてるから少し逃げにくくなるぞ。木、生やしてるんじゃねえよ。環境破壊推進課の人ですか？そんな課があるわけねえだろ。やっぱこのチャリ速くてめっちゃ乗り心地いいな。でもそのチャリジャンプ力はそんなにないよ。それを先に言ってくれよ。落下ダメが少ない高さでよかったね。でも登ってる間は無防備なんじゃ。警察の方々少しお待ちいただけますか？ダメです。マジかよ。マリサ選手もここで脱落。家に帰るのではなく土に帰ってしまった。土に帰ってないわ。マリサの得点は不法侵入1件、暴行79件、合計80点。まあ頑張ったんじゃねえか。次は私の番ね。今回はマップにピンを打つことによって迷子にならないようにしたわ。それにフランは39点、マリサは80点。ゴールに着いたら100点もらえるんだから無駄に犯罪を犯さずに向かっていきたいわ。おい霊夢卑怯だぞ。そうだそうだ、私たちと同じところまで起きてこい。嫌だよ、私は絶対に捕まらないわよ。こうして霊夢は何の危険も犯さずにただただ逃げるのだったのだ。よしよし、随分逃げてきたわ。霊夢、お前は YouTuber なんだろ。YouTuber ってのは過激なことしてなんぼの仕事だろ。おでんツンツンしたり、179無以下の身長の人たちに向かって人権ないとか言ってみたり、唐揚げにレモンかけたりして動画上げていこうぜ。どんだけ炎上すれば気が済むんだよ。唐揚げにレモンかけるだけではさすがに炎上はしないだろ。私は危険を犯さずに安定して勝ちを目指しに行くわ。あれ？なんで急に画面が消えたの？霊夢選手、ゲームが落ちてしまったためここで失格となってしまいます。え？そんな結末ある？普通、動画最後は企画クリアしてハッピーエンドにするのが定石じゃない？これでみんな檻の中に入ってハッピーエンドじゃねえか。バッドエンドだろ。ちなみに霊夢の点数は13点だから、この勝負の勝者はマリサだぞ。よっしゃ、次回の動画は私のことを呼ぶときマリサ様って呼ぶんだぞ。マリサも意外と優勝賞品が欲しかったんだね。ってことで今回の動画はここまで。次回の動画は、新しい拠点を作るから楽しみに待っててな。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。